巨人、原監督、今年はお金を使ってくれる。情報戦やぞ。例年使ってないみたいな言い方やね。外国人やろ。モテない男の金あるぞアピールか。森友や、すんません、最初からオリックスに決まってるんすよ。近藤、背は NG。 いや、長野と松田獲得したやろ。マッチ獲得は楽しそうだったな。筒香有原外国人だろ。噂のグリフィンっていくらぐらいなんや？ 2 億ぐらいはかかるか？年俸4億くらいの助っ人来そう。そして微妙な成績を残してそう。国内は絶望的だし、メジャー経験者連れてくるぐらいしかないわな。でも靴屋とかアンドリースぐらいしか連れてこれんやろ。練習設備に使うんやろ。先日も東京ドームの試合後残って練習やれないって書かれてたし。今の中日となら金銭でいくらでも選手もらえるで。